えーえー、皆さん、あけまして、えー、おめでとうございます。えー、報道関係の皆さん,、うん、テレビとかインターネット中継で、えー、ご覧いただいている皆さん、そして広く国民の皆さん、えー、ただいまより民主党代表選候補者共同記者会見を始めます。 民主党中央代表選挙管理委員長の枝佐月でございますどうぞご協力よろしくお願いいたします、えー、今朝十時から十一時までの間に行いました立候補受付の結果三名の候補者が立候補を届け出されました、えー、届け出順に向かって、えー、右側から長妻明候補 細野豪志候補、そして岡田克也候補、この3名でございます。ますえー、共同記者会見では、最初に届け出順に各候補から5分ずつ政権を述べていただきます、その後共同記者会見として、報道機関の皆様からのご質問にお答えをいたします。そそれれれででは候補者の皆さんからそれぞれ5分以内で 政権をお話しいただきますまず最初に長妻明候補お願いいたします、はい、どうも皆様こんにちは私この度代表選挙に立候補届出をいたしました衆議院議員の長妻明でございますなぜ立候補したのか私は民主党に強い危機感を持っておりますと言いますのもこの前の総選挙 私は今までの選挙とは違った経験をいたしました。まあ、大きくいろいろな方からご意見いただいたんですが、3つに分類すると、ですね、一つはやっぱり格差の拡大がもう限界まで来ている、なんとかしてほしい、こういう本当に切実なお訴えを、何人もの方から涙ながらのお訴えも聞きました。そしてもう一つは、ご高齢の方から、きな臭い動きが出てきた。 戦前の匂いがするから、何とか変えてほしい。これも切実なお話をいただきました。そして、もう一つ、民主党は何をしたいのかわからない。もっとしっかりしろ。こういう叱咤激励もいただきました。まあ、本当に涙ながらのお訴えもあって、私ももらい泣きを何度もしました。こんな選挙、初めてでした。私は危機感が非常に大きい。しかし、強い野党。 自民党に代わるきちっとした強い大きな政党が望まれている、国民の皆さんは渇望している、それに民主党は答えなきゃいけない、これが最後のチャンスになるかもしれない、強い強い危機感を持って、私は立候補をいたしました。私は政策集お配りしましたが、日本はもっとよくなる、そういう政策を競い合っていきたいというふうに思っております。今 格差拡大が限界に来て、相対的貧困率、格差を示す指標も、アメリカに次いで2番目に日本が大きい、一昨年初めて貯金ゼロの世帯が3割を超える、どんどん格差が拡大をして、そして人の能力を潰しておいて、何が成長なんだ、過労死の若者がどんどん増えて、人の能力、若者潰しておいて、なんで成長なんだ、非正規雇用4割近くまで増やして、 能力が最大限発揮できる環境を作らないで、なんで成長なんだ。子育てで会社を辞めざるを得ない。親の介護で会社を辞めざるを得ない。そういう人たちがどん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 増えてる。それをほったらかして、能力の発揮をさせないで、なんで成長ができるんだ。子どもの学校、進学。これも親の年収が400万以下のご家庭、大学進学率3割です。金がないと大学に行けない。 こういう傾向がどん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 強まってる。人の能力を埋もらせといて、何が成長なんだ。私は格差を是正をして、一人一人の能力が最大限発揮できる。そういう環境、社会を作ることこそが、日本全体の活力を大きく引き出して、全体のパイも広げていく。それこそが人への投資で民主党が目指す道だ。分配か成長かどっちだ。そうではない。 持続的な成長、これを達成するためには適切な分配が必要である、これを私は強く申し上げたい、その政策を実行すれば、日本はもっと良くなります、これをきちっと民主党は打ち出して、堂々と安倍内閣は問題あり、我々の政策を採用すれば、もっと日本が良くなる、その具体的な筋道、政策もきちっと示していくということで、必ず道は開けるというふうに確信をしております。 だからこそ私が立候補させていただいたわけです。そしてもう一点、気な臭い動きの話です。日本という国は、情報を制限をして、空気さえ作り上げれば、一気に極端な方向に持っていくことができる、戦後70年、70年前の戦争の反省です。本当にその反省に安倍内閣がきちっと立っているのか、私は到底、反省に立っているとは思えません。 非常に危うい動きがどん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 加速している。それにきちっと歯止めをかけて、転換をしていく責任が民主党には課せられている。と、強く強く思っております。そして最後に、野党の本当の役割は、政策を磨いて、内閣を倒して、内閣を作っていく。これが真の野党の役割である。やはり民主党がまずきちっと 意識合わせ、腹合わせ、政策合わせをして、再建をして、そして他の野党の皆さんが民主党に移っていただく、そういう受け皿となるような、そういうしっかりした政党に再建、再生をしていきたい、その先頭に立たせていただきたいということで、立候補いたしました。よろしくお願いします。 今回民主党の代表選挙に立候補いたしました細野郷氏でございますどうぞよろしくお願い申し上げます私はあのこの代表選挙に向けまして2年前から準備をしてまいりました4年前の東日本大震災そして福島での原発事故この国をですねもう一度本当に立て直していきたい被災地のために頑張りたいこんな思いが2年前から非常に強くなりました今回代表選挙に立候補いたしましたのは そういう状況の中で、今の政治に危うさを感じたことも、もう一つ大きな原因としてございます。先ほど長妻さんからも話がありましたけれども、安倍政権に任せておけば、この国の民主主義が危ない、集団的自衛権の問題をです、ね、国会が閉会中に、われわれ野党がです、ね、仕事ができないところでやられたというのは、その典型的な事例だろうというふうに思います。今ここそです、ね、民主党党がもう一度しししっっかりとととた野党としてて、ね、再建をすることによって そして与党を目指すことによってこの国の民主主義を守りたいこんな思いがございます私は今回の代表選挙を通じましてこれまで民主党が言ってきたことをもう一度ですね皆様にしっかりとお伝えをしていきたいと思ってますまず第一に私たちは共に生きる社会を作ってきました個人的な話になりますが私大学生の時にですね父親が会社を辞めましたえ短い期間でしたけれども大学の学費をタダにしていただいて そして、えー、バイト先でもずいぶんお世話になって、大学を卒業することができたんです。ちょうど20年前、私は大学の4年生の最後の時期に、えー、阪神・淡路大震災がありました。その時、私はこう思いました。社会から支えてもらって大学に行かせてもらった。ならば、自分が何かやれることがある時には、社会の支える側に回れる、そういう人間でありたいというふうに思うようになった。そして現実でで月ボランティアをする中で これではいかんという思いがあって政治の世界を志しましたそれが東日本大震災の時に逃げることはできないという思いで取り組んだことにもつながっています社会保障というのは世代間の助け合いの仕組みですそれが今危機的な状況に立たされています教育というのは貧困の連鎖を止める上で極めて重要ですこれも民主党の大きなテーマですもう一度我々はですね、この強制をしっかりと掲げて民主党として再生をしていく必要があるというふうに思います 第二に重要な考え方として、私は多様性を上げたいと思います。多様性こそ強さです。いろんな生き方をする人、そしていろんな地域があって、それぞれが個性を発揮をして、のびのびとやっていく、それが日本の強さにもなります。まず、地域の在り方、自民党型安倍政権のやり方というのはです、ね、今でも分配型の政治にとどまっています。中央が権限の財源を持って、それを地域に配る。 これではですね日本は元気になりません我々が目指すのは地域や地域で自分のことを決めることができる自立分散型の国家を目指してしっかりと政策を訴えかけていきたいというふうに思っています生き方も多様になってきました家族のあり方これも実に多様になってきたそういう中で私はですね血縁主義に頼りすぎた家族のあり方も変えていきたいと思っています この国には4万人もですね、親に育てる、育ててもらうことができない子供たちがいる。こういう子供たちが施設で生活をしています。彼らに家庭的な環境をしっかりと提供することも国家の役割です。里親であるとか、特別養子縁組とか、血縁主義に偏らない家庭の在り方というのをこれから模索をしていきたい。また、LGBT の問題にも私は取り組んでいきたいと思っています。レズビアンの人、ゲイの人、 そしてバイセクシャルの人、トランスジェンダーの皆さん、そういった方々も生き生きと活躍をできるような差別のない社会をつくることによって、多様性を守ることによって、この国をしっかりと強い社会、強い国にしていきたいというふうに思っています。共生や多様性という考え方は、民主党の背骨ですから、これからも非常に重要だし、訴えかけをしていきたいと思っています。しかし残念ながら、民主党は国民の信頼という最も大切なものを失ってしまいました。 私はですね、閣僚をやったり、また幹事長をやるなどしておりましたので、その責任があるというふうに思っています。自らをですね、否定をするのは苦しいことです。過去と決別するのも難しいことです。しかし、それをやらない限り、強制や多様性というこの考え方をですね、国民の皆さんにしっかりお伝えをして、民主党を再生をすることはできないと考えました。3つの点で、私は民主党が過去と決別をして、新たな出発を切らなければならないと思っています。 まず第一は経済政策。アベノミクスのトリクルダウンはもはや限界です。ボトムアップで、中小企業は頑張れるような環境を作らなければならない。今、政府は法人税の減税を売っていますが、これは大企業の一部にしかこの効果はありません。むしろ企業の社会保障負担を軽減をすることによって、今、非正規社員でやっておられる方々が正社員になれるような。 そして企業の経営者の皆さんも元気で頑張れるような環境をぜひとも作りたいというふうに思います。この選挙戦を通じまして、中小企業やボトムアップの経済に強い民主党をもう一度作り直したいと思います。2つ目に安全保障です。普天間の問題の反省が必要だと思います。沖縄に寄り添っていきたいと私も思います。しかし、理想だけを掲げて、現実を前進をさせることができなかったことを、この反省は必要です。 私は、この国が戦後歩んできた平和主義というこの原則に立って、これをしっかりと守りながら、尖閣諸島の問題や、朝鮮半島の有事にしっかり対応できるような安全保障の法整備と体制の整備に努めてまいりたいと思います。そして最後に、民主党の文化です。自由活発な民主党の文化は大変重要です。しかし、いざとなったときにバラバラになる、これでは決して国民の信頼は戻りません。 東日本大震災や消費増税の時にバラバラになってしまったその反省に立って、民主的な党運営をしながら、最後はしっかりとまとまっていく、そしてそれができないということになった場合については、場合によっては厳しい対応も含めてやっていかなければならないと考えます。リーダーも変わらなければなりません。私は統一地方選挙をはじめ、全国を回りまして、先頭に立って民主党の勝利のために頑張ります。そして自らはは総選挙の時には 小選挙区のみで立候補して比例に重複はしません大路を立って自ら先頭に立って戦い抜くそういうリーダーの姿勢を示すことによって民主党が変わったんだということを国民の皆さんにお示しをしたいというふうふに思っておりますぜひとも多くの皆さんのご理解そしてご支援を賜りますようによろしくお願い申し上げます、えー、細野候補ありがとうございました、えー、それでは最後に岡田克也候補お願いいたしますはい 岡田克也です。私は二十数年前に与党であった自由民主党を離れ、そして一貫して政権交代がきちんとできる政治、これをぶれることなく目指してまいりました。民主党残念ながら今は国民の皆さんの信頼を失っている状態。私は民主党再生のラストチャンスだというふうに思っています。必ずこの党を立て直す。そのために私は。 その先頭に立つ、その決意で、今回立候補を決めさせていただきました。民主党を立て直す際に、私は過去の民主党の全否定ではなくて、民主党の原点回帰ということを強調したいと思います。民主党、公領にもあるように、消費者、納税者、生活者、そして働く人たちの立場に立つ政党です。そして今一つは 未来志向の改革政党です、この原点に立脚して、そしてしっかりと民主党を立て直していきたいというふうに考えています。今一つ私が感じるのは、民主党の多様性がいつの間にか失われてしまったのではないかということです。最初の民主党には、いろんな方が集っておられました。例えば障害のああるる方やあるいは外国人から 日本国籍を取得した方や、さまざまな人が民主党を形作っていました、今見渡すと、だいぶ変わってしまったなという気がします。もう一回、この多様な日本で、さまざまな人たち、特に女性、あるいは若者、地域社会で頑張っている人、あるいは困難に立ち向かっている人、そういう方々に結集していただいて、そして新しい民主党を作っていきたい。 民主党の原点に帰りたい、まあ、そういうふうに考えております。そういった多様な人々が集った民主党で、希望のある日本を作っていきたいというふうに考えています。さて、民主党を考えるときに、10年前、私が代表を辞めるときに、こういうことを申し上げました。いろんな議論があるのは民主党のいいところだ、だけど決めたらやっぱりリーダーの下で結束する、そういう民主党であってほしい。 私はそう申し上げたわけです。残念ながら、今もこのことは実現していません。九期、これは大事なことです。しかし、決めたらきちんと守る、リーダーが引っ張る、従っていく、そういった民主党にしたい、私は決断できる政治家だというふうに自負をしております。さて、安倍,民主党安倍自民党です。 二つのことを申し上げたいと思います。一つは、安倍さんは戦後レジームの見直しということを一時期言われていました。私はやはり戦後70年を迎えるにあたって、この70年歩んできた日本の良さというものを改めて見直し、そして大事にしていきたい。つまり平和を重んじるということを一つ申し上げたいと思います。そして今一つは、長妻さんも言われましたが、格差が広がっている。 あるいは中間層の厚みがなくなっている、そういったことに対して、しっかりと手当てしていくのが政治の役割である、私は一言で言うと、公正な社会をつくるということを申し上げたいと思います。今申し上げたことに加えて、多様な価値観を尊重し合う、そういった公正な社会をつくっていくことが民主党の使命であるというふうに考えています。以上申し上げたようなことを、先頭を切って、リーダーとして実現し、 これは民主党のためではなくて、日本の政治のために、日本の国民のために、しっかりと全てを投げ打って頑張っていきたいというふうに思います。以上です。岡田候補、ありがとうございました。それでは、記者の皆さんとの質疑に入ります。最初に、野党クラブの幹事者の方から参考法に共通の質問を、 お二問ないし三問お願いを申し上げます、えー、候補者の方は一分をめどにしてお答えください、えー、回答は選管の指名に基づいた順番で、えー、お願いいたします、えー、それではあ幹事社あ共同通信ということですが共同通信の方お願いいたします はいえっと代表して幹事社の共同通信の小野塚ですよろしくお願いしますまず立候補についてお伺いしますなぜご自身が代表にふさわしいとお考えになったのでしょうか他のお二人との違いはどこにあるというふうにお考えでしょうかでよろしいですね、はいえー、それではあ届け出順に長妻、歩走の岡田各候補の順番でお答えください、はいえー、まずじゃあ長妻候補、はい、どうも質問ありがとうございます。 ほ、まあ、他の候補との違い、なぜ自分が代表にふさわしいのかということでありますけれども、私は明確にです、ね、日本をもっと良くする社会像、そしてそれにたどり着く政策を持っていると思います。それは仲間と共に作り上げたものです。先ほど申し上げましたように、まあ、格差を是正をして、一人一人の能力が最大限発揮できる、そういう環境を作っていく。 すべての人に居場所と出番のある社会をつくる、それを具体的に示す社会像、そして格差是正、格差を解消していく、誰でも重要だとおっしゃると思いますが、私は本当に日本全国の格差の現場を歩いて、腹に落ちております、本当にこれは限界に来て、危機的な状況まで来ているという強い強い危機感を持っているというふうに思います。 明確にできるということと、もう一点、重要なのは、やはり野党として、今の政権をきちっと監視をしていく、特に徹底的に調査をして、隠された情報をチームで表に出して、国会で徹底追及していく、そして是正をさせていく、まあ、その指揮官として、チームをまとめて突破していく、そういう力もあるというふうに自負をしております。まあ、そこが 今の質問にお答えする中身であります。ありがとうございます。はいえー、それでは細野候補。はい。えー、私があ代表に立候補するその最大の理由の一つは民主党に対する愛着の強さです。あの本当に私は何もないところから政治に挑戦をしました。その私にチャンスをくれた民主党これを良くすることによって国をですね本当に良くしていきたいというそんな思いを持ってきました。この思いがありましたから。 15年間、私は一度もです、ね、党議に反して造反をしたことはないんです。そして党員サポーターについても最大限努力をし、公寮も作ってきた。公寮にはこう書かれています、生活者、納税者、消費者、そして働く者の立場に立つ、この根っこをもう一度しっかりしたものにして、政策を形作っていう、この役を私自身がやれるのではないかと考えたからです。ただし、先ほども申し上げましたが、残念ながらこのままじゃだめです。 過去と決別をして変わったんだという姿をお見せをすることでしか、我々が実現をしようとしていることは前に進みませんので、それをやるのは、私、細野豪氏ではないかという思いで、今回立候補させていただきました。はい、ありがとうございました。じゃあ、岡田候補お願いします。はい、まあ私は今でどちらかというと、ナンバーツーとしてトップを支えるという仕事が多かったように思います。えー、幹事長を何回もやったり、外務大臣や副総理として、 時の総理を支えてきました一生懸命そういったことをやってきましたけれども、今回、この民主党の現状を見て、ここは自分が出てしっかりと今までの経験を生かし、そして信念をしっかりと貫いて、民主党を立て直さなければいけないということを改めて感じました。安倍さん、まあ、しばらく安倍政権続くでしょう、民主党が政権の座に戻るということは、これは容易なことではありません。しかしか野党党第一でである限りいつでも 総理大臣が務まる、そういった思いで、しっかりと国会での議論もしていかなければなりません、反対のための反対ではなくて、対話を持って、そして安倍総理と堂々の議論ができる、そのためには自分が適任であるというふうに考えました。はい、ありがとうございました。えー、それではさらに、えー、野党クラブ幹事社共同通信のの方、次の質問をお願いいたします。 党の再生と再建についてです。このことについては皆さんあのつあの言及されているんですけれども、具体的にどのような党の姿をイメージされているんでしょうか。お願いします。はい、えー。今度はお答えはあの順次ずらしてまいります。えー、次のお答え、最初はあ細野浩志候補をお願いいたします。はい。あのまず一つですね、民主党のあり方として、えー、変えていかなければならない点はですね。 ややあの国会議員中心の政党というふうに思われてきましたので、地方から再生することが極めて重要だと思います。ましたがって、4月の統一地方選挙を含めて、地域の仲間を大事にする、さらには落選中で今、頑張っているメンバーがいますから、そういった方々のサポートも含めて、地域から民主党を再生をしていくということが、一番重要なことだというふうに思います。そしてやや繰り返しになりますが、ここが変わったんだというポイントが明確にならなければなりません。 安全保障で国民に不安を持たれるような政党ではです、ね、政権に戻れません、これを現実的にやっていく、経済に弱い政党では、とてもではないけれども、政権に戻れません、ここを変えていく、そして最も重要なことは、リーダーが先頭に立って、きちっとマネジメントをやりきる政党になって、民主党は変わったんだという姿をしっかりとお見せをすることによって、党を再建をしていきたいというふうに思っていますよろしいですね。じゃあ、岡田候補、お願いいたします。 一つは先ほど申し上げた多様性です。民主党、女性や若い人や、あるいは地方で頑張っている人や、そういった方々をもう一回こう再結集して、新しい民主党を作っていかなければいけないというふうに思います。もちろん、選挙で落選されて、現在苦労されている方や、次の統一地方選挙を控えて頑張っている皆さんも含めて、当然のことながら、含めての話であります。それからもう一つは、 やはり私は、先ほど民主党の物事の決め方について申し上げましたが、一人一人の民主党の議員の皆さんに覚悟を求めたいと思います。野党であれば、言葉でごまかすことはできます。しかし、我々与党になったときに、やっぱり物事をきちんと決めなきゃいけない、そこでやはり覚悟が問われたんだと思います。我々にはまだ与党の覚悟が少し足らななかかったんじゃないか したがって、一人一人がしっかり覚悟を持って、日本の政治を担うんだという覚悟を持ってです、ね、そして議論する、徹底的に議論する、しかし最後は決める、決めたら従う、まあ、そういう党にしていかなければならないというふうに思っていますはいじゃあ、最後に長妻候補党の再生再建ということですけれども、まあ、やはりあの党が再建できたというときはです、ね、国民の皆さんがまあ民主党にもう一度政権を 任してもいいんじゃないのか、こういう期待が戻ったときだという風に思います。まあ、野党の役割は新しい内閣を作り上げて、自分たちが目指す社会像を具現化するえ、そして政権を奪還をしていくということだと思います。はい、まあそのイメージに進むためには、やはりこの代表を支える。フォロワーシップやあるいは軸木をしていろいろ。 かんかんの議論があっていいんですけれども、決まったら当たり前ですが、それは一致結束、箱弁当じゃないですけど、そこでまとまっていく、こういうような文化を、ですねもう今もどん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 着々と進んでいると思いますけれども、それを完結をしていく、そして徹底的に政府を追及をしていく、これを組み合わせて、初めて国民の皆さんが、もう一度民主党に政権を任せてもいいんじゃないのか。 こういうふうに思っていただく、その時が党の再建が終わった時だと思います、そういうようなプロジェクトを私は立ち上げていきたいというふうに思っております、はいえー、それではあ、共通質問、もう一問、野党クラブ幹事者、あテレビ朝日の方。 おお願願いいいたししししままますすす、はい、テレビ朝日の小池と申しますよろしくお願いしますあの先ほど長妻候補から強い野党という言葉もありましたように、要はもう民主党が立て直したその先には、野党の力を結集するということも大事になってくるかと思います、その際にこう野党再編という意味において、野党第2党でもある維新の党と、今後、どのように向き合っていきたいのか、向き合っていくお考えなのかということをお願いいたします。 はいそれでは今度は、またずれまして、岡田克也候補、最初にお願いいたしますはいまず、維新との関係ですけれども、国会の中での共闘、あるいは参議院選挙も近づいてきますけれども、候補者の調整、そういったことはしっかりやっていかないと、野党が分裂していて、与党が得するだけということになってしまうと思います。ただ同じ党になるとか まあそういったことになるとやっぱり超えなければならないハードルはいくつかあるというふうに思っています。例えばその維新の党の橋本さんがまあ従来言われてきたことは民主党の一部と一緒になると。つまり我が党は分裂することを前提にしたものいいですね。これは到底受けられません。それから特定の労働組合を厳しく批判をすると。これもやはりですね。いろんな議論は当然あっていいし私も。 府労働組合の皆さんといろんな意見、あの議論しますけれども、おまあ、一方的に批判するような、まあ、そういう考え方、ある限りですり、ね、やはり一緒になるということは考えられないと思います。まあ、最近、枝代表がまあ連合との協議というようなことも言われていて、まあ、少し変わってきたのかもしれません、あるいは維新の中にいろんな考え方があるのかもしれません。あの維新が従来の考え方からら変わってくるとといいうことであれば、まあ、いろんなさらに 議論というのはできる余地はあると、しかし現時点では、私は一緒になるということは到底考えられないというふうに思っていますはい次、長妻候補、お願いします、はいた、まあ、国会の中でですね、えー、維新に限らず、すべての野党とです、ね、連携して議員立法をつくるとか。 国会の対応を統一するとか、これはもう今までもやっていて、これはもうどん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 国対委員長レベル、幹事長レベルでやるべきだと思います。ただ、野党で政策がかなりかけ離れている政党と一緒になるとか、あるいは候補者をかなり綿密にですね <coughs> 合わせていくとかですね、そういうことの前に、やはりその我が党の中でもで、まだまだ詰めないといけない 政策っていうのがいっぱいあるわけですね、それをちゃんときちっとやっぱり詰めて、まずは民主党が明確に旗を立てるということが先決だと思って、それが終わらないうちに、他党とうんぬんという話は、私は順番が違うんではないのか、われわれはどっしり構えて、ただ時間はありませんけれども、着実に民主党の再建を進めることで、必ず道は開けて、他の党から、あるいは他の無所属の方がですね、 まあ民主党で頑張っていこうという方がどん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 増えていくと、私は確信しておりますので、そういう方向で進めたいと思います、はいえー、それでは、補補の候いまずあの2つ目の質問、ちょっとあの補足をさせていただきたいと思います。党の再建のイメージで、私が一番大事にしていきたいのは、やっぱりもう一度民主党は明るい政党にしたい、かつてあの上り坂だった時にですに、ね、民主党って非常にもう明るいイメージあったんですが、今、ちょっとそれがないですよね。 ですから私が先頭に立つことによって、もう一回民主党が国民皆さんに明るい未来を示せるような、そういう政党にしていきたいと思う思い非常に強く持っているということを補足申し上げます。で、あの維新との関係なんですが、えー、私はです、ねえー、この特に1年ぐらいの間、維新の議員といろんな議論の場を共にしてきました、それは彼らが一体何を考えている人たちなのかというのをしっかり聞く必要があるというふうに考えたからです。一応できるる。分も確かになる しかし、相当のやはり違いがあるということは、これは認めなければならないと思います。したがって、党としてですね、一緒になるのは現実的には難しいというふうに思っています。ただ一方で、あのやはりあの安倍政権にです、ね、しっかり対場をしていくためにはです、ね、まあ、少し増えたといっても数が足りませんから、国会での共闘は最大限模索していくべきでしょうね。それをする中で、 さらに政策的な接点、どこにあるのかということについては、岡田さんもおっしゃいましたけれども、いろんな柔軟な対応はしていくべきだというふうに思います。特に目の前にね、あの統一地方選挙がありますから、ここは我々にとって最大の戦いですので、そこは堂々と戦える民主党としてですよ、そういう体制を作らなければならないというふうに思います。はいえー、以上で、えー、幹事者の皆さんからの共通質問を終わりといたします。ありがとうございました。 でこのあと参加いただいた記者の皆さんからのお質問をお受けをいたしますえ。一問一答形式で、えー、お願いします。えー、まずう手を挙げていただいて最初に社名とお名前とを名乗っていただき、さらにどの候補への質問かわかるように、えー、ご質問ください。はいそれではどうぞ。えー、じゃあ、はい、一番前のあのこちらの方こっち手前。 ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。あの、皆さんに、共通質問でございます。あの、党の代表選というとですね。まあ、内向きになりがちなんですけれども。まあ、国民は民主党が、その非自民の受け皿になり得るのかどうか、というのを見ていると思います。えー、先の総選挙で結果が、まあ、ばしくなかったことを考えますと。踏まえますと、その国民にわかる形で、新たな政策を掲げ、まあ、皆さん、今。 白で新しい政策、掲げておりますが、そしてそれを,それをもって、ですね政権と対決していくことが必要だと思うんですけれども、代表になりましたら、党として新たなそのマニフェスト、あるいはマニフェスト的なものを提示するお考えがありますでしょうか、これについて、はいえー、3人にということですので、じゃあ、また一つずれて、長妻候補からお願いいたします、はい、あのマニフェストというか、ですねそういうつもりはあります。 あの提示をするそれはどういうことかというと、私も政策に書きましたけれども、あるべき社会像明確化プロジェクトというのを立ち上げて、ですねやはりあの政党っていうのは何であるのかというと、我々の政党が目指す社会像を明確に打ち出す、まあ、自民党も打ち出す、で国民の皆さんにどういう社会に住みたいんですか。 これを選んでいただくというのが、私は政党や選挙の役割だと思っております。そういう意味では、具体的、私が先ほど申し上げた社会像を具現化して、それにたどり着く政策を作って、より分かりやすく、私は最終的にはドラマとかですね、小説のような形、主人公がいて、こういうような社会になるということを、きちっと提示をするということがですね、 今まで日本の政党、政治にかけてたんじゃないのかということで、それをチームでやり遂げていきたいと思いますは長、いえーはい、尾さん、ご無沙汰してます、はいえー、次の総選挙に向けての準備は、新体制がスタートしたらすぐに始めなければならないと思います。したがいまして、マニフェスト作りもです、ねまあ、緊急課題と言えると思います。ただし、従来のマニフェストと今度掲げるマニフェストは、私は明確に変えるべきだと思います。 できるだけ具体的なものがいいいと思いますしかし、例えば子ども手当ですね、2万6千円かどうかということに国民の目が行ってしまって、理念がどこにあるかというのは非常に分かりにくくなってしまいましたよね、でこれは私は政党としては、ですねもう少し、えー、しっかりと理念を重視をした公約を掲げるべきではないかと、そんな反省をしてます。したがって、あの民主党のシンクタンクを復活をさせたいと思います。 シンクタンクを復活させることによって、先ほど私が申し上げたような、自立分散型国家とは何なのか、さらには外交安全保障のビジョンをどう考えるのか、まあ、そういったいくつかのしっかり長期的な課題について向き合うと、そして向き合った大きな方向性をマニュエストでさらに具体的に書くことによってね、民主党が何を目指している政党なのかというのをです、ね、むしろ数字よりも社会像全体で明確に国民の皆さんに分かっていただけるような、 そういうあの政策づくりをぜひやっていきたいというふうに思っています。はい、えー、じゃあ、岡田候補、お願いいたします。はいまあ、マニフェストということですけれども、まず第一に考えなければいけないのは統一地方選挙、ここに民主党としてどういった考え方で臨むのか、もちろん地方には地方それぞれの状況がありますが、まあ、共通した考え方をまとめる必要があるというふうに思っています。そのことで、その旗の下で統一地方選挙をしっかり戦っていくと。その上でですね、まあ、私は、 代表のもとに内政外交に関する議論する場を作って、外部の有識者の方に入っていただいて、しっかりとした内政外交ビジョンを作る、それをもとにしてマニフェストを作っていくと、参議院選挙、衆議院選挙あります、そのマニフェストを作っていくということを考えております、はいえー、それでは次に、えー、その前列で2人目の方。うん その次後ろの方いきます NHK の渡辺ですよろしくお願いします、えー、っとお三方に お伺いいいしたいと思いますちょっと個別の政策の話に入りたいと思いますが、それぞれの3人の方々の政策を読ませていただきました、それぞれ特に集団的自衛権の行使4人の問題、自民党との対立軸の上で大事だと思いますが、これについて、それぞれ意見内容が若干異なっておりますが、それについて改めてです、ね、これ、どう受け止めているのか、どういうふうに民主党としては取り組んでいくのか、どうしていくのか、そこをちょっと改めて詳しくお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 はいそれでは、えー、次は、えー、細野さんからお願いします。はいまずあの明確に申し上げたいのは集団的自衛権のですね解釈変更を閣議決定によってですね内閣だけでやったあれは極めて問題です。したがってやはり撤回を求めていく必要があるというふうに思います。一方でこれまでの民主党の対応というのはやや受け身であったというふうにも思うんですね。私は安全保障基本法を作ることによって 我々がどう考えているのかということを明確に言うべきだと思います。私はですね基本的に個別的自衛権で対応できるというふうに考えています。ただなかなか悩ましいのは朝鮮半島有事ですね。朝鮮半島の有事というのはですね我が国の有事に直結をします。言うならば我が国そのものの自衛にも関わるわけです、ね。ここについて基本的には個別的自衛権なんだけれども。 その枠にすべて収まるかどうかということについては、現実的な安全保障の課題ですから、しっかりと向き合った上でです、ね、法律を作っていく必要があるというふうに思います。我々が必要なのは、平和主義をしっかりと守っていくこと、そしてその上で、現実的なさまざまな脅威については、しっかり対応できるということを国民の皆さんにお示しをすることによって、民主党に政権を任せても国民の安全を守れるんだということをです、ね、しっかりと納得をしていただくことが重要だというふうに思います。 岡田候補お願いします、はいまあ、この問題は私、昨年の予算委員会で安倍総理と5回、6回と議論してまいりました、まあ、議論していく中で、えー、政府、与党の考え方もだいぶ修練されていったのかなというふうに思いますが、まあ、今、法制局長官が言っているのは、ですね、えー、集団的自衛権の行使というのは限定されていると、でそれは自国が攻撃を受けたときと同じようなあ国民の権利侵害があったときに限って、 集団的自衛権の行使をするんだと、まあこういう説明を国会の中でしております。まあこのことの意味がどういう意味なのか、でまあ自国が攻撃を受けた時と同じぐらい大変な事態にであればですね、それは何らかの対応は政府として必要じゃないかという気もいたします。しかしそれが具体的にどういうことを意味していて本当に限定できるのかとか、それからそれは集団的自衛権で という考え方で対応するのがいいのか、個別的自衛権を少し広げて対応するのがいいのかとか、まあ、そういう議論が当然出てまいります、そういうことをしっかり議論して、まあ、私はあの集団的自衛権反対とだけ言ってです、ね、それであの物事を、たんとこう反対していれば、巨大与党はどんどん彼らの思うような、そういった法制を通してきますから、しっかりと中身に踏み込んで議論して、 そしてその中で少しでも軌道修正を図っていくということが大事ではないかというふうに思っています。長妻候補をお願いします。これ確かにあの日本を取り巻く環境というのは様変わりでかつてのようなですね状況からかなり危機的危機感が高まっているというのは事実だと思います。まあだからといってですね歯止めの効かない集団的自衛権を一足飛びに認めていくというのは問題があると。 思いますさっき岡田さんもおっしゃいましたけれども、政府の閣議決定の論理構成というのは、個別的自衛のためのみに、集団的自衛権が発動できると、まあ、簡単に言うと、そういうちょっとおかしな理屈に基づいている閣議決定のように私は思います。であれば、過去の国会での答弁もあるように、ですね我が国に対する武力攻撃の着手、つまりあくまでも個別的自衛権の範囲でですね、 あるる程度のの対応というのができるとつまり、例えば我が国を防衛するために出動している米艦船、公海上にある米艦船に対する攻撃をもって、我が国のに対する攻撃の着手とみなしてです、ね、個別的自衛権の範囲で時と場合によっては反撃できると、こういう国会答弁もあるわけで、私はその着手のところをです、ね、きちっとやっぱり整理を一つ一つしていく、その努力が政府なしにですね、 一足飛びに集団的自衛権閣議決定と言っているんで、私は個別的自衛権の範囲内で法整備を急ぐ必要があると思います、あの解散前にです、ね、領域警備法というのも、民主党は国会提出しましたから、あくまでも個別的自衛権の範囲内で、えー、法律の不備がありますから、その法整備を急いでいくという立場です、はいえー、それでは入室目の方、<laughs> お願いします。 産経新聞の南條ですす、えー、前候補にお聞ききします、えー、さっきの衆院選も含めて、民主党が下野した理由というかあの、野党第一党に残っている理由として、党内ガバナンスを皆さん挙げられていますが、もう一つあの、民主党というのが、政党が何をしたいのか、よく国民に見えにくい部分があると思うんです、特にあの事情としては、右から左まであの寄り合い状態だとよく言われますが、えー、今回、代表になられて、 二、まあ、大政党をしめあの目指す上で、まで、あ、自民党は保守というような見方をされてますが、リベラルというか、そういった政党を目指すのか、一言で分かりやすく表現していただければと思います、でその点についてあの、先ほどの質問に続くんですが、集団的自衛権についても、その是非そのものについて、やっぱり民主党としてははっきりしてないと、国民に取られています、その2点についてあのお聞かせくださいはい。 えー、それでは次はあ岡田さんからお願いします、はい、あのまずの先ほどのご質問に答えるべきだったんですが、集団的自衛権の閣議決定は私はこれは当然撤回すべきであると、本来であれば、これ、国会何回も私、申し上げたんですが、やはり国民の半数以上がやむをえないというところまで、内閣総理大臣としては説明を尽くして、その上で閣議決定するなら、まだしも、そういった手続きは全く経ないまま、いきなり閣議決定したことは、 これは立憲国家として極めて問題があるというふうに考えております。さて、えーまあ、民主党を一言で表すというと、私はあ、まあ、多様な民主党ということは、むしろ民主党のメリットだというふうに考えていますけれども、まあ、リベラルという考え方、これは民主党の一つの要素だというふうに思います。しかし私はもう少しこう幅広くですね、えーまあ、保守中道というかですね、 あるいは中道リベラルというか、今までかつては自民党の、例えば宏池会が持っていたような考え方、<laughs> まあそういうものがこう失われて、<laughs> えもう自民党は安倍さん一色になっていますで、そういったかつて自民党が持っていたような考え方も包含する形で民主党というのは存在するんだと、そんなふうに考えております。えー、集団的自衛権ににつきまししては先ほどど申し上げたようううなこととでどういうふうに概念構成するかと いうことはあると思いますが、日本自身が公益を受けたと同じような大変な事態に国民が陥ったときということが本当に想定されるのであれば、それは何らかの対応が必要になる、それをどういうふうに法律構成するかということは、これはそれぞれ議論を重ねてみればいいというふうに思っています、はい、それでは長妻候補、お願いいたします。はい まあ今、より合い状態というふうに見られているというお話ありましたけれども、やはりそこを私はまとめていく理念というのが、私,私はリベラルという言葉を使っているんですが、この意味というのは、新自由主義に対応して、私はリベラルという言葉を使ってるんですが、新自由主義的考え方というのは、やっぱり自立が基本だと、自立、自助が基本だと。 そしてセーフティーネットあとは失敗した人は張り巡らしますのでどうぞご自由にという考え方だと思います私はそれでは格差が拡大をして社会全体としてもですね 成長の基盤や民主主義の基盤が崩れると思っておりますので、自立は必要だ、これは当たり前でありますが、その自立を支えるためのですね、共助とか控助、つまり支えるための政策も随時組み合わせて、なるべく格差が拡大しないようにして、社会を安定化させていくことこそが、 成長の基盤を作るこういう意味で、リベラルという言葉を使っているんですが、そういう考え方であればですね、社会保障とか格差の考え方では、私は民主党、いろんな考えの議員がいると思いますが、その考え方では、包摂というか、えー、一つまとまるんではないのかというふうに思ってですね、私はそういう理念で民主党をまとめていきたいと思っております。で集団的自衛権そのものの是非というお話ですけれども、私はあの政府はですね、 まあ集団的自衛権を歯止めをかけた集団的自衛権を閣議決定したというふうに説明をされているようでありますけれども、果たして集団的自衛権というのは歯止めをかけられるものなのかどうかということについて、私はそれは確証を得ておりませんので、集団的自衛権、歯止めが効かないということで、私はその行使には否定的反対であります。 はいえー、細野さんい、はいあの、私は民主党が掲げるべき考え方として、えー、共生と多様性、この2つは非常に大事だと思ってます、でその考え方はどこから来るかというのが南條さんの多分ご質問だと思うんですが、私は歴史から来ると思ってます、もともと日本は多様性のある社会だったし、共同体にしてもです、ね、もう実にそこで助け合いが機能してましたよね。私落語が好きですけど 例えばあの、それこそ長屋なんか行くとね、しょっちゅう火事になるから、お父さん、お母さんが亡くなると、そこで子どもみんなで育ったりする、まあ、これなんかはむしろ昔から日本にあったのに、いつの間にか失われてしまった、そういうことも含めて、私は強制とか多様性こそ、保守から出てきているものだと思っている、その意味では、私は安倍総理は保守を言っておられるけれども、本当に日本のもともとあったものを、総理自身が咀嚼しておっしゃっている保守なのかというところについて、やや疑念を持っています。 その上で、今、私が申し上げたのは、多様性とか共生を、まあ、中にはリベラルという言葉を使っておっしゃる方もいらっしゃるわけですねで、それを排除する必要はない、で我々が大事なのは、どういう社会を目指すかですから、多様性、共生が大事なんだということを、これ、考慮にも書いてありますから、堂々と主張していけばいいのではないかと思います。で集団的自衛権の問題はです、ね、あの今、3人でそれぞれ説明をしましたけど、私、ちょっと安心したのは、みんな言ってること,と一緒ですよね。 ですから、現実的な脅威に対応できるために、どういうふうに知恵を絞るかということについては、3人とも共通だということを確認することができて、非常に安心しました。集団的自衛権という言葉自体が大事なんじゃないんです。朝鮮半島有事や尖閣諸島の問題、現実的な脅威に民主党は対応できるのかということが問われている、で残念ながらね、今、国民は民主党は安全保障で危ないと思っているから、そうじゃなくてきちっと対応できる、安倍政権の危うさと逆ですよね。 安倍政権はちょっと怖いと思ってます、そういう方多い、一方で民主党は頼りないと思われている、そうじゃない民主党の姿を見せることによって、現実的な脅威については対応できるような民主党の姿を示すことこそです、ね、安全保障の議論では重要だというふうに思っています、はいえー、それではあの、そちらは3人いきましたので、今度はこちらへ、えー、はい、お願いします。の岡ととしますに、えー、にお伺いいもあの党内ガバナンスについて 発言をされていいたかと思いますでこの点についてはです、ね、歴代の民主党の代表、まあ、非常に苦心もされていて、なかなか一度決めたことでも、えー、まあ造反があったりだとか、まあ、従わない議員がいるということは大きな問題になっていました、この点について、のどのようなことが大切で、まあ、どのようにして党内ガバナンスを強化していくのか、お,かえー、お伺いしたいと思います。はいえー、では次が、えー、長妻さんからお願いいたします党内ガバナンス いいいろろ従わない議員云々の話がありましたあの私はあ政権、えー、について、えー、そして政権から下野した間ですね、今まで以上に、まあ、自民党の国会議員といろいろお付き合いをすることを心がけておりました。やはりあの自民党のお知恵というのにも学ぶ必要があると思います。やはりななかなかあ 議員を説得する、あるいはその議員の背景の団体を説得をしていく、それを非常に時間をかけて、綿密に、丁寧に、あらゆる角度から説得をしていくと、そういうリーダーの姿勢というのは、私は学ぶ点も多々あると思っております。決めたかららも従えとといいううのののででははなくてその過程でです、ね、あらゆるその知恵というのがです、ね、やはりあの ある,あるわけでありますので、それをもっとです、ね、あの綿密に丁寧に根回しをして、背景の団体、説得をする、多角的にお話をするということを努力をすればです、ね、必ず分かっていただけると、こういう信念をリーダーが持つ必要があると思いますそれでは細野候補、きちっとまとまるだけの仕組みはできたんですね。私が幹事長の時に ネクストキャビネットで、それこそ、前回一致できなかった場合については、常任幹事会で採決をしてでも決めるという仕組みを作りました、ですから仕組みはできてるんです、であとはやはりですね、まあ、一つは岡田さんが言われたいろんなまあ決断とかですね、まあ、さらにはうん全員の覚悟みたいなものも問われると思います、でそれに加えてやはり仕組みだと思いますね。 例えば NSC の法案とか、特定秘密保護法案のときはです、ね、党内でやや、まあ、いろんな考え方があった、しかし、いろんな考え方の人を主要な会議のきちっとした役職として迎えて、徹底的に議論をする中で、最終的な答えを見出したんです、こういうアプローチを丁寧に取ることができればです、ね、私は民主党という政党はきちっとまとまることができるというふうに思ってます。 そしてややですねちょっと、あのまな、あ、んて言いますか、この仕組み外の話になるんですが、やっぱりね、あの理屈だけじゃ通らぬ世界があるんですお互いに、ね、助け合ったとか、貸し借りがあるとか、そこが自民党のうまさだと思うんです。で、私はまあこの2年間、いろんな人といろんな話をしてきた、まあ例えば落選している人については、ですねきちっとお金を集めて支援をするということも何かやってきました。 またお互いに、まあ、選挙私6回やってますが私なりにこれまでノウハウで蓄積してきた部分があるのでそういったことについてはねややおせっかいにねやや民主党ドライなんですよ人間関係がおせっかいに俺はこう思うよとこうやったらどうだって言って踏み込んで説明してきたりもしてきたお互いに選挙とかお金のこととか政策も含めてですよ困ってることいっぱいあるわけだからお互いにもっともっと触れ合うことによってね あの時やってやったじゃないかと、今回はお前、我慢しろよという、そういうね、インフォーマルなやり取りが民主党、やや足りないですね、でそこをあの私はこれまでもやってきたけれども、党の代表ということでやらせていただければ、徹底的にもう一度やりたいと思います、で私だけじゃなくて、党内全体にその雰囲気が広がることによって、やっぱり民主党でやっていこう、そういう雰囲気が出てくることを期待をしたいというふうに思います、はい、岡田さん、お願いします、はいまあ。先ほど申し上げた塾議 そして、一人一人の自覚ということは非常に大事だというふうに思います、それに加えて、やはりいろんな知恵ですね、例えば、9月に新執行部になって、川端国対委員長が就任されました、あの国会は、他の野党との関係も、あるいは党内も非常にまとまって、そして成果も出ました、やっぱりそういった知恵がしっかり発揮される。 まあそういうい人事であったり、仕組みであったりするということが非常に大事だというふうに思っています。それから、今ちょっと細野さんおっしゃった中で、私、少し考え方が違うのはです、ね、あの党の中に、やっぱり派閥のようなものを作るということになってはいけないと、それは私自身、自民党の派閥政治、それに見切りをつけて、自民党を出てきたし、ずっとそういう基本的考え方で、日本の政治を悪くしているのはやはり、 古いいいい派閥政治じゃないかととうことでやってまいりまりした、えーまあ、お金を集めて、一定の人を支援するというのもです、ね、あの私はもう一概に否定されるものではないと思いますが、やはりちゃんとしたルールのもとにやらないと、同じような人が2人3人と出てきたら、民主党のガバナンスが効かなくなってしまうかもしれない、つまりそういったグループの集合体になってしまう、昔の古い自民党の派閥政治みたいになってしまってはいけないので、まあ、そこはぜひ、 あの党の中でもですね、よく議論したいものだというふうにかねがね思っております。はい、えー。次第にあのお約束の時間が近づいてきておりますが、えー、次にはいどうぞあのお願いします。どうぞ。衛官邸のファクターの宮島です。あのお三方の政見拝見しまして。 人口減少ということについての大きな見出しがないように思うんですが、この人口減少というものについて、どのような危機感を持っておられて、でまあ、あの政府の方はですね、50年後に1億人というような、そういうのを達したりしてきているわけですけど、本来これは国会でもっとしっかり議論するべきだと思うんですけどね、こういう問題について、お三方はどういう形で,です、ね、論議を望んお考えなのか、伺いたいんですけど。はいえー、じゃあ細野さんお願いします、はい あのまず、岡田さんの方からちょっと私の発言についてコメントがありましたので、この議論ということで言うならば、ちょっと一言お答えした方がいいと思いますので申し上げます。はい、私はあの国会議員がですね100人、200人いて、全員が同じだけの均等な付き合いをするのは無理だと思ってるんです。やっぱり一定の人間関係をつくり、お互いにですね、お互いを知った上で、本当に仲間としてやっていくという意味ではで、そこでいくつかのグループができることは決して悪いことではない、あの自民党の派閥の真似事なんていうことをする気はありません。 ただやはり、本当に人間関係を構築して、ピンチの時に助け合うという、そういう政党を作るためには、そういうつながりをいくつもいくつも作ることの方が、全体としてはまとまるのではないかと、私はそう思ってましてね、そういうやり方を私自身はこれまで取ってきたということだけは申し上げておきたいと思います。で宮島さんのご質問ですが、えー、私はあの2つあると思ってましてね、1つは国全体で本当にしっかり子育て支援をすること。 でまあ、あんまり自民党支判しない方がいいのかもしれないんですが、私は団塊のジュニアなんで、本当は10年前、20年前に自民党政権でやってくれたら、ちょっと状況は変わったんですよね。家族でやっぱり教育はするんだ、子育てはするんだ責任を家族だけに押し付けた結果として、ややタイミングをいしてしまった、遅きに死した感はあるけれども、今からでもやらなければならないこといっぱいあるので、それをやはり国としてしっかりとやるということは、最も基本だと思います。もう一つは 東京にできるだけ集中しない社会をつくること、これ重要です。二重の意味では東京は人口のブラックホールと言われている、一つはそもそも結婚しない人が多い、結婚しても子ども少ない、ですから地域にどうとどまってもらうのかということについての知恵を国も出さなければならないし、地方にも出してもらわなきゃいけない、そのやり方として、私は分配型の政治というのは限界があるので、自立分散型のやり方をそれぞれの地域でやってもらって、それを国がしっかりとね、財政的な部分も含めてバックアップする。 その中で、地域に、えー、若い人たちがとどまって、子どもを産んで育てることができるような環境を作ることだと思います、でここで書かなかったのは、はい、あのやはりあの簡単に書けないので、きちっとシンクタンクを作って、そこで人口減少にどう向き合うかというの方向性を出した上で、国民に説明をした方がいいだろうと思いましたの、はい、項目としては足せなかったということですとす岡田さんお願いします、はいまあ、私、政治家として、かねがね、2つの大きな問題、これ、としてもですね、 解決の道をつけて行かなければいけないと思っています。一つは国の大きな借金ですね。そしてもう一つは人口の急激な減少。で人口の減少については、まあ政府の方もですね、一億人維持ということで、まあいろんな政策を打ち出しています。まあ私は中身について、えー、いいものもあると思いますので、まあそういうものは評価しながらより良いものを作っていきたいというふうに考えています。予算面でも社会保障で一体改革の中で子ども子育てに七千億円を 新たに投入することを、まあ、私が担当しているときに決めました、しかしまだこれで十分とは言えません、えー、GDP 比で見てです、ね、子ども・子育ての予算は日本はまだ1%、OECD の平均2%ですね、スウェーデンやあフランスは3%、ですからやっぱり予算の投入も含めて、ですね、えー、相当思い切ったあ、まあ、考え方をお考え変えていかないと、ですねこれはだめなんだ、危機感を持ってですね、 次の世代のためにしっかりやっていきたいというふうに思っています。はい、じゃあ、長妻さん、はいあの。宮島さんから本当にいい質問をいただきましたあの。私の政策集、これ、3枚各候補があの政策を出して、おそらく民主党のホームページにもアップされていると思いますけれども、そこにもです、ね、少子化対策を国政上の最重要課題と位置づけると書かさせていただいております、まああの。先ほどもありましたように、先進国で GDP 比で,です、ね、日本は公共事業は1位。 しかし、子育て、教育予算は最低レベルになっている、こんなおかしなことはないんじゃないのか、私はその企業団体献金というのもですね、えー、その予算配分を歪めている一つだと思うんで、これを全面禁止するという政策も出しておりますけれども、でもう一つはあの東京一極集中であります、東京の出生率は47都道府県で最も低いわけで。 で地方でいらっしゃるカップルがなかなか賃金が上がらずに東京にいらっしゃる、そうすると、子どもを産みたくても産めないと、こういう悪循環、東京オリンピック2020年ありますけれども、その悪循環がどん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 加速しかねないということで、やはり地方の産業、まあ、自然、エネルギーとかですね、まあ、いろいろな労働生産性を上げる取り組みをきちっとしていく、そしてあとは結婚の問題で、今、日本国男性の5人に1人が一生結婚しない。 20年後は3人に1人が一生結婚しない社会になるわけでありまして、ですねやはりそのワークライフバランスとか非正規雇用の問題、正社員と非正規雇用、結婚率が倍も違うということもありますんで、ですね子育てのところをですねもう少し予算を使う、公共事業を減らしていく、まあ、こういう組み替えというのが大変重要だと思います。えー、時間となりました えー、これをもちまして代表選挙立候補者共同記者会見の質疑を終わります、えー、記者の皆さん本当にありがとうございました、えー、なおこれからですね、えー、候補者の皆さん1月の18日の投票日まで、えー、全国の党員サポーターだけじゃなくて、えー、全国の国民の皆さんに向けて、えー、民主党らしい政策論争を繰り広げて、えー、民主党これからどう進んでいくのかあ訴えてくださるように お願いをいたします。そこでそこで三人並んでですね、えー、手をつないでその決意を示していただきたいと、えー、思います。えー、ちょっとあの椅子を机の届けますので、もうちょっと下がる？もっと下がる？ぐーっと下がってぐーっと。まだ下がる？

そろそろいいでしょう、えー、ありがとうございましたそれではこれで共同記者会見を閉じさせていただきます、えー、なお,お本日午後4時からあ新宿駅の西口でいいんですかね西口ですね西口で、えー、共同の街頭演説会を開催させていただきます、えー、インターネット中継も行いますので、えー、ぜひ民主党のホームページあるいは各インターネットメディアでご覧ください どうも大変ありがとうございました。ありがとうございました。でも決めるという仕組みを作りました。ですから仕組みはできているんです。であとはやはりですね、まあ一つは岡田さんが言われたいろんなまあ決断とかですね、まあさらには全員の覚悟みたいなものも問われると思います。でそれに加えてやはり仕組みだと思いますね。 例えば NSC の法案とか、特定秘密保護法案のときはです、ね、党内でやや、まあ、いろんな考え方があった、しかし、いろんな考え方の人を主要な会議のきちっとした役職として迎えて、徹底的に議論をする中で最終的な答えを見出したんです、こういうアプローチを丁寧に取ることができればです、ね、私は民主党という政党はきちっとまとまることができるというふうに思ってます。 ちょっとあのまあ何て言いますかこの仕組み外の話になるんですがやっぱりねあの理屈だけじゃ通らい世界があるお互いに、ね、助け合ったとか貸し借りがあるとかそこが自民党のうまさだと思うんです。で私はまあこの2年間いろんな人といろんな話をしてきた、まあ、例えば落選してる人についてはですねきちっとお金を集めて支援をするということも何人かやってきました。 またお互いに、まあ、選挙を私6回やってますが私なりにこれまでノウハウで蓄積してきた部分があるのでそういったことについてはねややおせっかいにねやや民主党ドライなんですよ人間関係がおせっかいに俺はこう思うよとこうやったらどうだって言って踏み込んで説明してきたりもしてきたお互いに選挙とかお金のこととか政策も含めてですよ困ってることいっぱいあるわけだからお互いにもっともっと触れ合うことによってね あの時やってやったじゃないかと、今回はお前、我慢しろよという、そういうね、インフォーマルなやり取りが民主党、やや足りないですね、でそこをあの私はこれまでもやってきたけれども、党の代表ということでやらせていただければ、徹底的にもう一度やりたいと思います、で私だけじゃなくて、党内全体にその雰囲気が広がることによって、やっぱり民主党でやっていこう、そういう雰囲気が出てくることを期待をしたいというふうに思います、はい、岡田さん、お願いします、はいまあ。先ほど申し上げた塾議 そして、一人一人の自覚ということは非常に大事だというふうに思います、それに加えて、やはりいろんな知恵ですね、例えば、9月に新執行部になって、川端国対委員長が就任されました、あの国会は、他の野党との関係も、あるいは党内も非常にまとまって、そして成果も出ました、やっぱりそういった知恵がしっかり発揮される。 まあそういう人事であったり、仕組みであったりするということが非常に大事だというふうに思っています、それからあの今、ちょっと細野さんおっしゃった中で、私、少し考え方が違うのはです、ね、あの党の中にやっぱり派閥のようなものを作るということになってはいけないと、それは私自身、自民党の派閥政治、それに見切りをつけて、自民党を出てきたし、ずっとそういう基本的考え方で、 日本のの政治を悪くしているのはよ課せられていると強く強く思っております。そして最後に、野党の本当の役割は、政策を磨いて、内閣を倒して、内閣を作っていく、これが真の野党の役割である。やはり民主党がまず、きちっと意識合わせ、腹合わせ、政策合わせをして、再建をして、そして他の野党の皆さんが、 民主党に移っていただくそういう受け皿となるようなそういうしっかりした政党に再試験再生をしていきたいその先頭に立たせていただきたいということで立候補いたしましたよろしくお願いします、えー、長妻候補ありがとうございましたそれでは次に細野豪志候補お願いします、えー、今回、えー、民主党の代表選挙に立候補いたしました細野豪志でございますどうぞよろしくお願い申し上げます。 私はあのこの代表選挙に向けまして、2年前から準備をしてまいりました。4年前の東日本大震災、そして福島での原発事故、この国をです、ね、もう一度、本当に立て直していきたい、被災地のために頑張りたい、こんな思いが2年前から非常に強くなりました。今回、代表選挙に立候補いたしましたのは、そういう状況の中で、今の政治に危うさを感じたことも、もう一つ大きな原因としてございます。 先ほど長妻さんからも話がありましたけれども、安倍政権に任せておけば、この国の民主主義が危ない、集団的自衛権の問題をです、ね、国会が閉会中に、われわれ野党がです、ね、仕事ができないところでやられたというのは、その典型的な事例だろうというふうに思います。今こそです、ね、民主党がもう一度、しっかりとした野党としてです、ね、再建をすることによって、そして与党を目指すことによって、この国の民主主義を守りたい、こんな思いがございます。 私は今回の代表選挙を通じまして、これまで民主党が言ってきたことをもう一度ですね、皆様にしっかりとお伝えをしていきたいと思ってます。まず第一に私たちは、共に生きる社会を作ってきました。個人的な話になりますが、私、大学生の時にですね、父親が会社を辞めました。え短い期間でしたけれども、大学の学費をタダにしていただいて、そしてバイト先でもずいぶんお世話になって大学を卒業することができたんです。 ちょうど20年前、私は大学の4年生の最後の時期に、阪神・淡路大震災がありました、その時、私はこう思いました、社会から支えてもらって大学に行かせてもらった、ならば、自分が何かやれることがあるときには、社会の支える側に回れる、そういう人間でありたいという,う思うようになった、そして現地で2か月ボランティアをする中で、これではいかんという思いがあって、政治の世界を志しました。それが 東日本大震災の時に逃げることはできないという思いで、取り組んだことにもつながっています。社会保障というのを描きをしていきたいと思っています。しかし、残念ながら民主党は国民の信頼という最も大切なものを失ってしまいました。私はですね。閣僚をやったり、また幹事長をやるなどしておりましたので、その責任があるという風うに思っています。自らをですね。否定をするのは苦しいことです。過去と決別するのも難しいことです。しかし、それをやらない限り。 強制や多様性というこの考え方をですね、国民の皆さんにしっかりお伝えをして、民主党を再生することはできないと考えました。3つの点で、私は民主党が過去と決別をして、新たな出発を切らなければならないと思っています。まず第一は経済政策。アベノミクスのトリクルダウンはもはや限界です。ボトムアップで、中小企業が頑張れるような環境を作らなければならない。今、政府は法人税の減税を売っていますが、 ここれはは大企業のの一部にしかこの効果はありませんむしろ企業の社会保障負担を軽減をすることによって、今、非正規社員でやっておられる方々が正社員になれるような、そして企業の経営者の皆さんも元気で頑張れるような環境をぜひとも作りたいというふうに思います。この選挙戦を通じまして、中小企業やボトムアップの経済に強い民主党をもう一度作り直したいと思います2つ目に安全保障です。 普天間のの問題の反省が必要だと思います。沖縄に寄り添っていきたいと私も思います。しかし、理想だけを掲げて、現実を前進をさせることができなかったことを、この反省は必要です。私はこの国が戦後歩んできた平和主義というこの原則に立って、これをしっかりと守りながら、尖閣諸島の問題や朝鮮半島の有事にしっかり対応できるような安全保障の法整備と体制の整備に努めてまいりたいと思います。そして最後に、 民民主主党党のの文文化化でですす自由なは大変重要ですしかしいざとなったときにバラバラになる、これでは決して国民の信頼は戻りません。東日本大震災や消費増税のときにバラバラになってしまったその反省に立って、民主的な党運営をしながら、最後はしっかりとまとまっていく、そしてそれができないということになった場合については、場合によっては厳しい対応も含めてやっていかなければならないと考えます。 リーダーダも変わらななければなりません。私は統一地方選挙をはじめ、全国を回りまして、先頭に立って民主党の勝利のために頑張ります。そして自らは総選挙の時には、小選挙区のみで立候補して、比例に重複はしません。退路を断って、自ら先頭に立って戦い抜く、そういうリーダーの姿勢を示すことによって、民主党が変わったんだということを、国民の皆さんにお示しをしたいというふうに思っております。是非とも、多くのの皆さんのご理解 そしてご支援を賜りますようによろしくお願い申し上げます。えー、細野候補ありがとうございました、えー。それでは最後に岡田克也候補お願いいたします。はい、岡田克也です。またあ代表のもとに内政外交に関する議論する場を作って、外部の有識者の方に入っていただいて、しっかりとした内政外交ビジョンを作る。それをもとにしてマニフェストを作っていくと。参議院選挙、衆議院選挙あります。 そのままに一つ作っていくということを考えております。はい、えー、それでは次に、えー、その前列で二人目の方、うん。その次後ろの方いきます。NHK の渡辺です。よろしくお願いします。えー、っとお三方に。 お伺いいいしたいと思いますちょっと個別の政策の話に入りたいと思いますが、それぞれの3人の方々の政策を読ませていただきました、それぞれ特に集団的自衛権の行使4人の問題、自民党との対立軸の上で大事だと思いますが、これについて、それぞれ意見内容が若干異なっておりますが、それについて改めてです、ね、これ、どう受け止めているのか、どういうふうに民主党としては取り組んでいくのか、どうしていくのか、そこをちょっと改めて詳しくお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 はいそれでは、えー、次は、えー、細野さんからお願いしますはいまずあの明確に申し上げたいのは集団的自衛権のですね解釈変更を閣議決定によってですね内閣だけでやったあれは極めて問題ですしたがってやはり撤回を求めていく必要があるというふうに思います一方でこれまでの民主党の対応というのはやや受け身であったというふうにも思うんですね私は安全保障基本法を作ることによって 我々がどう考えているのかということを明確に言うべきだと思います。私はですね、基本的に個別的自衛権で対応できるというふうに考えています。ただなかなか悩ましいのは朝鮮半島有事ですね。朝鮮半島の有事というのはですね、我が国の有事に直結をします。言うならば我が国そのものの自衛にも関わるわけです、ね。ここについて基本的には個別的自衛権なんだけれども。 その枠にすべて収まるかどうかということについては、現実的な安全保障の課題ですから、しっかりと向き合った上でです、ね、法律を作っていく必要があるというふうに思います。我々が必要なのは、平和主義をしっかりと守っていくこと、そしてその上で、現実的なさまざまな脅威については、しっかり対応できるということを国民の皆さんにお示しをすることによって、民主党に政権を任せても国民の安全を守れるんだということをです、ね、しっかりと納得をしていただくことが重要だというふうに思います。 この問題は私、昨年の予算委員会で、安倍総理と5回、6回と議論してまいりました、まあ、議論していく中で、えー、政府、与党の考え方もだいぶ修練されていったのかなというふうに思いますが、まあ、今、法制局長官が言っているのはです、ねえー、集団的自衛権の行使というのは限定されていると、でそれは自国が攻撃を受けたときと同じようなあ国民の権利侵害があったときに限って、 集団的自衛権の行使をするんだと、話をするということを、努力をすればです、ね、必ず分かっていただけると、こういう信念をリーダーが持つ必要があると思いますそれでは細野候補きちっとまとまるだけの仕組みはできたんですね、私が幹事長の時に、ネクストキャビネットで、それこそ前回一致できなかった場合については、常任幹事会で採決をしてでも決めるという仕組みを作りました、ですから仕組みはできてるんです。 であとはやはりですね、まあ、一つは岡田さんが言われたいろんなまあ決断とかですね、まあ、さらにはうん全員の覚悟みたいなものも問われると思います。でそれに加えて、やはり仕組みだと思いますね、例えば NSC の法案とか特定秘密保護法案のときはです、ね、党内でややまあいろんな考え方があった、しかし、いろんな考え方の人を主要な会議のきちっとした役職として迎えて、徹底的に議論する中で、最終的な答えを見出したんです。 こういうアプローチを丁寧に取ることができればですね、私は民主党という政党はきちっとまとまることができるというふうに思ってます。そしてややですね、ちょっとあの、まあ、なんて言いますか、この仕組み外の話になるんですが、やっぱりね、あの、理屈だけじゃ通らぬ世界がある。お互いに助け合ったとか、貸し借りがあるとか、そこが自民党の上手さだと思うんです。 で私はまあこの2年間、いろんな人といろんな話をしてきた、まあ、例えば落選している人についてはです、ね、きちっとお金を集めて支援をするということも何人かやってきました、またお互いに、まあ、選挙を私、6回やってますが、私なりにこれまでノウハウで蓄積してきた部分があるので、そういったことについてはね、ややおせっかいにね、やや民主党ドライなんですよ、人間関係が、おせっかいに、俺はこう思うよ、とこうやったらどうだって言って、踏み込んで説明してきたりもしてきた。 お互いに選挙とかお金のこととか政策も含めてですよ、困ってることいっぱいあるわけだから、お互いにもっともっと触れ合うことによってね、あの時やってやったじゃないかと、今回はお前我慢しろよという、そういう、ね、インフォーマルなやり取りが民主党、やや足りないですね、でそこをあの私はこれまでもやってきたけれども、党の代表ということでやらせていただければ、徹底的にもう一度やりたいと思います、で私だけじゃなくて、党内全体にその雰囲気がですね、うんえー、広がることによって、やっぱり民主党でやっていこう。 そういう雰囲気が出てくることを期待をしたいというふうに思います。はい、岡田さんお願いします。はい。まあ先ほど申し上げた熟議そして一人一人の自覚ということは非常に大事だというふうに思います。えー、それに加えてやはりいろんな知恵ですね。例えば九月に新執行部になって川端国対委員長が就任されました。あの国会は他の野党との関係もあるいは党内も非常にまとまって。 そしして成果も出ました。やっぱりそういった知恵がしっかり発揮される、まあ、そういう人事であったり、仕組みであったりするということが、非常に大事だというふうに思っています。えー、そして政権から下野した間ですね、今まで以上に、まあ、自民党の国会議員といろいろお付き合いをすることを心がけておりました。やはりあの自民党の 知恵とといいうのにも学ぶ必要があると思いますやはりなかなか議員を説得する、あるいはその議員の背景の団体を説得をしていく、それを非常に時間をかけて、綿密に、丁寧に、あらゆる角度から説得をしていくと、そういうリーダーの姿勢というのは、私は学ぶ点も多々あると思っております。決めたからも従えと いうのではなくて、その過程で,です、ね、あらゆるその知恵というのがです、ね、やはりあ,のあ,るあるわけでありますので、それをもっとです、ね、あの綿密に丁寧に根回しをして、背景の団体、説得をする、多角的にお話をするということを努力をすればです、ね、必ず分かっていただけると、こういう信念をリーダーが持つ必要があると思います。えー、それでは細野 きちっとまとままるだけの仕組みはでできたんですね私が幹事長の時に、ネクストキャビネットで、それこそ前回一致できなかった場合については、常任幹事会で採決をしてでも決めるという仕組みを作りました、ですから仕組みはできてるんです。で、あとはやはりですね、まあ、一つは岡田さんが言われたいろんなまあ決断とかですね、まあ、さらには、うん、全員の覚悟みたいなものも問われると思います。で、それに加えてやはり仕組みだと思いますね。 例えば NSC の法案とか、特定秘密保護法案のときはです、ね、党内でやや、まあ、いろんな考え方があった、しかし、いろんな考え方の人を主要な会議のきちっとした役職として迎えて、徹底的に議論をする中で、最終的な答えを見出したんです、こういうアプローチを丁寧に取ることができればです、ね、私は民主党という政党はきちっとまとまることができるというふうに思ってます。 ちょっとあのまあ何て言いますかこの仕組み外の話になるんですがやっぱりねあの理屈だけじゃ通らぬ世界があるんですお互いにね助け合ったとか貸し借りがあるとかそこが自民党のうまさだと思うんですで私はまあこの2年間いろんな人といろんな話をしてきた、まあ、例えば落選してる人についてはですねきちっとお金を集めて支援をするということも何人かやってきました またお互いに、まあ、選挙私6回やってますが私なりにこれまでノウハウで蓄積してきた部分があるのでそういったことについてはねややおせっかいにねやや民主党ドライなんですよ人間関係がおせっかいに俺はこう思うよとこうやったらどうだって言って踏み込んで説明してきたりもしてきたお互いに選挙とかお金のこととか政策も含めてですよ困ってることいっぱいあるわけだからお互いにもっともっと触れ合うことによってね あの時やってやったじゃないかと、今回はお前、我慢しろよという、そういうね、インフォーマルなやり取りにする、さらには落選中で今、頑張っているメンバーがいますから、そういった方々のサポートも含めて、地域から民主党を再生をしていくということが、一番重要なことだというふうに思います。そして、やや繰り返しになりますが、ここが変わったんだというポイントが明確にならなければなりません。安全保障で国民に不安を持たれるような政党ではです、ね、政権に戻れません。これを現実的にやっていく。 経済に弱い政党ではとてもではないけれども、政権に戻れません、ここを変えていく、そして最も重要なことは、リーダーが先頭に立って、きちっとマネジメントをやりきる政党になって、民主党は変わったんだという姿をしっかりとお見せをすることによって、党を再建をしていきたいというふうに思っています。うろしいですね。じゃあ、岡田候補をお願いいたします。一つは先ほど申し上げた多様性性です。まあ、民主党、女性やや、若い人や あるいは地方で頑張っている人や、そういった方々をもう一回こう再結集して、新しい民主党をつくっていかなければいけないというふうに思います。もちろん、選挙で落選されて、現在苦労されている方や、次の統一地方選挙を控えて頑張っている皆さんも含めて、当然のことながら、含めての話であります。それからもう一つは、やはり私は、先ほど民主党の物事の決め方について申し上げましたが、 一人一人の民主党の議員の皆さんに覚悟を求めたいと思います。野党であれば、言葉でごまかすことはできます。しかし、我々与党になったときに、やっぱり物事をきちんと決めなきゃいけない。そこでやはり覚悟が問われたんだと思います。われわれにはまだ与党の覚悟が少し足らなかったんじゃないか、まあしたがって、一人一人がしっかり覚悟を持って、日本の政治を担うんだという覚悟を持ってですね、そして議論する、徹底的に議論する。しかし、最後は決める。 決めたら従う、まあ、そういう党にしていかなければならないというふうに思っています、はい、じゃあ、最後に長妻候補お願いします、はいまあ、党の再生再建ということですけれども、まあ、やはりあの党が再建できたというときはです、ね、国民の皆さんが、まあ、民主党にもう一度政権を任してもいいんじゃないのか、こういう期待が戻ったときだというふうに思います。 自分たちが目指す社会像を具現化する、そして政権を奪還をしていくということだと思います。はいまあ、そのイメージに進むためには、やはりこの代表を支えるフォロワーシップや、あるいは、軸議をして、いろいろかんかんの議論があっていいんですけれども、決まったら当たり前ですが、それは一致結束、箱弁当じゃないですけど、まあ、そこでまとまっていく。 まあこういうような文化をです、ね、もう今もどん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 着々と進んでいると思いますけれども、それを完結をしていく、そして徹底的に政府を追及をしていく、あの解散前にです、ね、領域警備法というのも、民主党は国会提出しましたから、あくまでも個別的自衛権の範囲内で、えー、法律の不備がありますから、その法整備を急いでいくという立場です、はいえー、それではース目の方、お願いします。 産経新聞の南條です、えー、と前候補にお聞きします、えー、さっきの衆院選も含めて、民主党が下野した理由というかあの、野党第一党に残っている理由として、党内ガバナンスを皆さん挙げられてますが、もう一つあの、民主党というのが、政党が何をしたいのか、よく国民に見えにくい部分があると思うます、特にあの事情としては、右から左まであの寄り合い状態だとよく言われますが、えー、今回、代表になられて、 二、まあ、大政党をしめあの目指す上で、まで、あ、自民党は保守というような見方をされてますが、リベラルというか、そういった政党を目指すのか、一言で分かりやすく表現していただければと思います、でその点についてあの、先ほどの質問に続くんですが、集団的自衛権についても、ぜひそのものについて、やっぱり民主党としてははっきりしてないと、国民に取られています、その2点についてあのお聞かせくださいはい。 えー、それでは次は岡田さんからお願いします、はい、あのまずの先ほどのご質問に答えるべきだったんですが、集団的自衛権の閣議決定は私はこれは当然撤回すべきであると、本来であれば、これ、国会何回も私、申し上げたんですが、やはり国民の半数以上がやむをえないというところまで、内閣総理大臣としては説明を尽くして、その上で閣議決定するなら、まだしも、そういった手続きは全く経ないまま、いきなり閣議決定したことは、 これは立憲国家として極めて問題があるというふうに考えております。さて、えーまあ、民主党を一言で表すというと、私はあ、まあ、多様な民主党ということは、むしろ民主党のメリットだというふうに考えていますけれども、まあ、リベラルという考え方、これは民主党の一つの要素だというふうに思います。しかし私はもう少しこう幅広くですね、えーまあ、保守中道というかですね、 あるいは中道リベラルというか、今までかつては自民党の、例えば宏池会が持っていたような考え方、<laughs> まあそういうものがこう失われて、<laughs> えもう自民党は安倍さん一色になっていますで、そういったかつて自民党が持っていたような考え方も包含する形で民主党というのは存在するんだと、そんなふうに考えております、えー、集団的自衛権につきましては、先ほど申し上げたようなことで、どういうふうに概念構成するかと。 いいうこととはあると思いますが日本自身が公益を受けたと同じような大変な事態に国民が陥ったときということが本当に想定されるのであれば、それは何らかの対応が必要になる、それをどういうふうに法律構成するかということは、まあ、これはそれぞれあの議論から政治に挑戦をしました、その私にチャンスをくれた民主党、これをよくすることによって、国をですね本当によくしていきたいという、そんな思いを持ってきました。この思いがありましたから 15年間、私は一度もです、ね、党議に反して造反をしたことはないんです。そして党員サポーターについても最大限努力をし、公寮も作ってきた。公領にはこう書かれています、生活者、納税者、消費者、そして働く者の立場に立つ、この根っこをもう一度しっかりしたものにして、政策を形作っていくこの役を私自身がやれるのではないかと考えたからです。ただし、先ほども申し上げましたが、残念ながらこのままじゃだめです。 過去と決別をして変わったんだという姿をお見せをすることでしか、我々が実現をしようとしていることは前に進みませんので、それをやるのは、私、細野郷氏ではないかという思いで、今回立候補をさせていただきました。はい、ありがとうございました。じゃあ、岡田候補お願いします。はい、まあ私は今でどちらかというと、ナンバーツーとしてトップを支えるという仕事が多かったように思います。幹事長を何回もやったり、外務大臣や副総理として、 時の総理を支えてきました一生懸命そういったことをやってきましたけれども、今回、この民主党の現状を見て、ここは自分が出てしっかりと今までの経験を生かし、そして信念をしっかりと貫いて、民主党を立て直さなければいけないということを改めて感じました。安倍さん、まあ、しばらく安倍政権続くでしょう、民主党が政権の座に戻るということは、これは容易なことではありません。しかしか野党党第一党である限り いつでも総理大臣が務まる、そういった思いで、しっかりと国会での議論もしていかなければなりません。反対のための反対ではなくて、対話を持って、そして安倍総理と堂々の議論ができる、そのためには自分が適任であるというふうに考えました。ははいいいいありがとうござままししたた、えー、それではさらに、えー、野党クラブ幹事社共同通信の方次の方次質問をお願いいたします 党の再生と再建についてです。このことについては皆さんあのつあの言及されているんですけれども、具体的にどのような党の姿をイメージされているんでしょうか。お願いします。はい、えー。今度はお答えはあの順次ずらしてまいります。えー、次のお答え、最初はあ細野浩志候補をお願いいたします。はい。あのまず一つですね、民主党のあり方として、えー、変えていかなければならない点はですね。 ややあの国会議員中心の政党というふうに思われてきましたので、地方から再生することが極めて重要だと思います。ましたがって、4月の統一地方選挙を含めて、地域の仲間を大事にする、さらには落選中で今、頑張っているメンバーがいますから、そういった方々のサポートも含めて、地域から民主党を再生をしていくということが、一番重要なことだというふうに思います。 そしてやや繰り返しになりますが、ここでしたけれども、政府の閣議決定の論理構成というのは、個別的自衛のためのみに、集団的自衛権が発動できると、まあ、簡単に言うと、そういうちょっとおかしな理屈に基づいている閣議決定のように私は思います。であれば、過去の国会での答弁もあるように、ですね我が国に対する武力攻撃の着手、つまりあくまでも個別的自衛権の範囲でですね、 あるる程度のの対応とというのができるとつまり、例えば我が国を防衛するために出動している米艦船、公海上にある米艦船に対する攻撃をもって、我が国のに対する攻撃の着手とみなして、ですね個別的自衛権の範囲で時と場合によっては反撃できると、こういう国会答弁もあるわけで、私はその着手のところをですねきちっとやっぱり整理を一つ一つしていく、その努力が政府なしにですね、 一足飛びに集団的自衛権閣議決定と言っているんで、私は個別的自衛権の範囲内で法整備を急ぐ必要があると思います、あの解散前にです、ね、領域警備法というのも、民主党は国会提出しましたから、あくまでも個別的自衛権の範囲内で、法律の不備がありますから、その法整備を急いでいくという立場です、はいえー、それでは入室目の方、お願いします。 産経新聞の南條です、えー、と前候補にお聞きします、えー、さっきの衆院選も含めて、民主党があ下野した理由というか、あの野党第一党に残っている理由として、党内ガバナンスを皆さん挙げられてますが、もう一つあの、民主党というのが、政党が何をしたいのか、よく国民に見えにくい部分があると思います、特にあの事情としては、右から左まであの寄り合い状態だとよく言われますが、えー、今回、代表になられて、 二大政党を目指す上で、まあ、自民党は保守というような見方をされてますが、リベラルというか、そういった政党を目指すのか、一言で分かりやすく表現していただければと思います、でその点について、あの先ほどの質問に続くんですが、集団的自衛権についても、ぜひそのものについて、やっぱり民主党としてははっきりしてないと、国民に取られています、その2点についてあのお聞かせください。はい それでは次は、岡田さんからお願いします、はい、あのまずの先ほどのご質問に答えるべきだったんですが、集団的自衛権の閣議決定は私はこれは当然撤回すべきであると、本来であれば、これ、国会何回も私、申し上げたんですが、やはり国民の半数以上がやむをえないというところまで、内閣総理大臣としては説明を尽くして、その上で閣議決定するならまだしも、そういった手続きは全く経ないまま、いきなり閣議決定したことは、 これは立憲国家として極めて問題があるというふうに考えております。さて、えーまあ、民主党を一言で表すというと、私はしまうかもしれない、つまりそういったグループの集合体になってしまう、昔の古い自民党の派閥政治みたいになってしまってはいけないので、まあ、そこはあのぜひあの、党の中でもです、ね、よく議論したいものだというふうに、ねがいに思っております。はいえー、次第にあのお約束の時間が近づいてきておりますが、えー、次に、 はい、どうぞあのお願いします。す。どうぞ。下関市ののファクターの宮島ですあのお三方の政権拝見しまして人口減少ということについての大きな見出しがないように思うんですがこの人口減少というものについてどのような危機感を持っておられてで、まあ、あの政府の方はですね50年後に 1億人というような、そういうのを達したりしてきているわけですけど、本来これは国会でもっとしっかり議論するべきだと思うんですけどね、こういう問題について、お三方はどういう形で,です、ねえー、論議を望んお考えなのか、伺いたいたんですけど、はいえー、じゃあ、細野さん、お願いします、はい、あのまずあの岡田さんの方から、ちょっと私の発言についてコメントがありましたので、まあ、この議論ということで言うならば、ちょっと一言お答えした方がいいと思いますので、はい、申し上げます。私はあの国会議員がです、ね、100人200人いて 全員が同じだだけのの均等な付き合いをするのは無理だと思っているんですやっぱり一定の人間関係をつくりお互いにですね、お互いを知った上で、本当に仲間としてやっていくという意味ではです、ね、そこでいくつかのグループができることは決して悪いことではない、あの自民党の派閥のまね事なんていうことをする気はありません。 ただやはり、本当に人間関係を構築して、ピンチの時に助け合うという、そういう政党を作るためには、そういうつながりをいくつもいくつも作ることの方が、全体としてはまとまるのではないかと、私はそう思ってましてね、そういうやり方を私自身はこれまで取ってきたということだけは申し上げておきたいと思います。で宮島さんのご質問ですが、えー、私はあの2つあると思ってましてね、1つは国全体で本当にしっかり子育て支援をすること。 でまあ、あんまり自民党支判しない方がいいのかもしれないんですが、私は団塊のジュニアなんで、本当は10年前、20年前に自民党政権でやってくれてたら、ちょっと状況変わったんですよね。家族でやっぱり教育はするんだ、子育てはするんだ責任を家族だけに押し付けた結果として、ややタイミングを失ってしまった、遅きに死し,した感はあるけれども、今からでもやらなければならないこといっぱいあるので、それをやはり国としてしっかりとやるということは、最も基本だと思います。でもう一つは 東京にできるだけ集中しない社会をつくること、これ重要です。二重の意味では東京は人口のブラックホールと言われている、一つはそもそも結婚しない人が多い、結婚しても子ども少ない、ですから地域にどうとどまってもらうのかということについての知恵を国も出さなければならないし、地方にも出してもらわなきゃいけない、そのやり方として、私は分配型の政治とは限界があるので、自立分散型のやり方をそれぞれの地域でやってもらって、それを国がしっかりとね、財政的な部分も含めてバックアップする。 その中で、地域に、えー、若い人たちがとどまって、子どもを産んでそような脅威については、しっかり対応できるということを国民の皆さんにお示しをすることによって、民主党に政権を任せても国民の安全を守れるんだということをです、ね、しっかりと納得をしていただくことが重要だというふうに思います、えー、岡田候補、お願いします、はいまあ、この問題は私、昨年の予算委員会で安倍総理と5回、6回と議論してまいりました。まあ、議論していく中で 政府、与党の考え方もだいぶ修練されていったのかなというふうに思いますが、まあ、今、法制局長官が言っているのは、ですね、えー、集団的自衛権の行使というのは限定されていると、でそれは自国が攻撃を受けたときと同じようなあ国民の権利侵害があったときに限って、えー、集団的自衛権の行使をするんだと、まあ、こういう説明を国会の中でしております。こ、まあ、このことののと意意味味がどういういなのか で自国が攻撃を受けたときと同じぐらい大変な事態にであればです、ね、それは何らかの対応は政府として必要じゃないかという気もいたします。しかし、それが具体的にどういうことを意味していて、本当に限定できるのかとか、それからそれは集団的自衛権でという考え方で対応するのがいいのか、個別的自衛権を少し広げて対応するのがいいのかとか、まあ、そういう議論が当然出てまいります。そういうことをしっかり議論して、まあ、私は集団的自衛権反対とだけ言ってですね、 それであの物事を、たんとこう反対していれば、巨大与党は、あどんどん彼らの思うようなあ、そういった法制を通してきますから、しっかりと中身に踏み込んで議論して、そしてその中で、少しでも軌道修正を図っていくということが大事ではないかというふうに思っています長妻候補お願いします、これ確かにあの日本を取り巻く環境というのは様変わりで。 かつてのようなです、ねえー、状況からかなり危機的危機感が高まっているというのは事実だと思います。まあ、だからといってです、ね、歯止めの効かない集団的自衛権を一足飛びに認めていくというのは問題があると思います。さっき岡田さんもおっしゃいましたけれども、政府の閣議決定の論理構成というのは、個別的自衛のためのみに集団的自衛権が発動できると、まあ、簡単に言うと、そういうちょっとおかしな 理屈に基づいている閣議決定のように、私は思います。であれば、過去の国会での答弁もあるようにです、ね、我が国に対する武力攻撃の着手、つまりあくまでも個別的自衛権の範囲で,です、ね、ある程度の対応というのができると、つまり例えば我が国を防衛するために出動している米艦船、公海上にある米艦船に対する攻撃をもって、我が国の に対する攻撃の着手と見なして、ですね個別的自衛権の範囲で、時と場合によっては反撃できると、こういう国会答弁もあるわけで、私はその着手のところをです、ね、きちっとやっぱり、整理を一つ一つつしていくきちっとシンクタンクを作って、そこで人口減少にどう向き合うかというの方向性を出した上で、国民に説明をした方がいいだろうと思いましたの、はい、いす項目としては足せなかったということですす岡田さんお願いします、はいまあ、私、政治家として、かねがね、2つの大きな問題、これ、どうしてもですね、 解決の道をつけて行かなければいけないと思っています。一つは国の大きな借金ですね。そしてもう一つは人口の急激な減少。で人口の減少についてはまあ政府の方もですね一億人維持ということでまあいろんな政策を打ち出しています。まあ私は中身について、えー、いいものもあると思いますので、まあそういうものは評価しながらより良いものを作っていきたいというふうに考えています。予算面でも社会保障で一体改革の中で子ども子育てに七千億円を 新たに投入することを私が担当しているときに決めました、しかしまだこれで十分とは言えません、GDP 比で見てです、ね、子ども・子育ての予算は日本はまだ1%、OECD の平均2%ですね、スウェーデンやフランスは3%、ですからやっぱり予算の投入も含めて、ですね相当思い切った考え方を変えていかないと、ですねこれはだめなんだと、危機感を持ってですね、 次の世代のためにしっかりやっていきたいというふうに思っています。はい、じゃあ、長妻さん、はいあの。宮島さんから本当にいい質問をいただきましたあの。私の政策集、これ、3枚各候補があの政策を出して、おそらく民主党のホームページにもアップされてると思いますけれども、そこにもです、ね、少子化対策を国政上の最重要課題と位置づけると書かさせていただいております、まああの。先ほどもありましたように、先進国で GDP 比で,です、ね、日本は公共事業は1位。 しかし、子育て、教育予算は最低レベルになっている、こんなおかしなことはないんじゃないのか、私はその企業団体献金というのもですね、えー、その予算配分を歪めている一つだと思うんで、これを全面禁止するという政策も出しておりますけれども、でもう一つはあの東京一極集中であります、東京の出生率は47都道府県で最も低いわけで,で、地方でいらっしゃるカップルがなかなか賃金が上がらずに東京にいらっしゃる。 そうすると、子どもを産みたくても産めないと、こういう悪循環、東京オリンピック2020年ありますけれども、その悪循環がどん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 加速しかねないということで、やはり地方の産業、まあ、自然、エネルギーとかですね、まあ、いろいろな労働生産性を上げる取り組みをきちっとしていく、そしてあとは結婚の問題で、今、日本国男性の5人に1人が一生結婚しない、20年後は3人に1人が一生結婚しない社会になるわけで。 ありましてですねやはりそのワークライフバランスとか非正規雇用の問題、正社員と非正規雇用、結婚率が倍も違うということもありますんで、ですね子育てのところをですねもう少し予算を使う、公共事業を減らしていく、まあ、こういう組み替えというのが大変重要だと思います、えー、時間となりました、えー、これをもちまして、代表選挙、立候補者であるのかというと。 われわれの政党が目指す社会像を明確に打ち出す、まあ、自民党も打ち出すで、国民の皆さんにどういう社会に住みたいんですか、これを選んでいただくというのが、私は政党や選挙の役割だと思っております。そういう意味では、具体的、私が先ほど申し上げた社会像を具現化して、それにたどり着く政策を作って、より分かりやすく、私は最終的にはドラマとかですね、小説のような。 形主人公がいて、こういうような社会になるということを、きちっと提示をするということが、ですね今まで日本の政党、政治に欠けてたんじゃないのかということで、それをチームでやり遂げていきたいと思います、はいえー、細野候補、お願いします。はい、さんお無沙汰してますはい、えー 次の総選挙に向けての準備は、新体制がスタートしたらすぐに始めなければならないと思います、したがいまして、マニフェスト作りもです、ねまあ、緊急課題と言えると思います、ただし、従来のマニフェストと今度掲げるマニフェストは、私は明確に変えるべきだと思います、できるだけ具体的なものがいいと思います、しかし、例えば子ども手当ですね、2万6千円かどうかということに国民の目が行ってしまって、理念がどこにあるかというのは非常に分かりにくくなってしまいましたよね。 でこれは私は政党としてはです、ね、もう少し、えー、しっかりと理念を重視をした公約を掲げるべきではないかと、そんな反省をしてます。したがって、あの民主党のシンクタンクを復活をさせたいと思いますで。シンクタンクを復活させることによって、先ほど私が申し上げたような、自立分散型国家とは何なのか、さらには外交安全保障のビジョンをどう考えるのか、まあ、そういったいくつかのしっかり長期的な課題について向き合うと。そして向向きき合った大きな方向性を マニフェストでさらに具体的に書くことによってね、民主党が何を目指している政党なのかというのをです、ね、むしろ数字よりも社会像全体で明確に国民の皆さんに分かっていただけるような、そういうあの政策づくりをぜひやっていきたいというふうに思っています、はいえー、じゃあ、岡田候補、お願いいたします、はいまあ、マニフェストということですけれども、まず第一に考えなければいけないのは統一地方選挙、ここに民主党としてどういった考え方で臨むのか。 もちろん地方には地方それぞれの状況がありますが、共通した考え方をまとめる必要があるというふうに思っています。そのことで、その旗のとで都一地方選挙をしっかり戦っていくと。その上でですね、私は代表のとに内政外交に関する議論する場を作って、外部の有識者の方に入っていただいて、しっかりとした内政外交ビジョンを作る。それをもとにしてマニフェストを作っていくと、参議院選挙、衆議院選挙あります。 はい、えー、それでは次に、えー、その前列で二人目の方、うん。その次、後ろの方、いきま NHK の渡辺です、よろしくお願いします。えー